2014年の年賀状の配達受付が15日全国一斉に始まりました。東京中央郵便局が入る都内のビルではこの日の朝セレモニーが行われ、アイドルグループ AKB48 元メンバーの篠田真理子さんやサッカー日本代表の柿谷陽一郎選手らが参加しました。篠田さんは和服姿で登場、年賀状は何枚もらっても嬉しいと話し、自分の写真が印刷された年賀状を富士山をかたどった特製ポストに投函しました。またセレモニーでは特製ポストの山頂部分からお笑いタレントのスギちゃんが登場するサプライズもありました。先ほどね、まあ、小学校1年生が投函してましたけども、はい、篠田さんはいつぐらいから年賀状って出し始めたの？ね、でも小学生1年生の時の多分出してました。1年生で家族で年賀状を作るっていうのが毎年恒例の行事なんですよ。で、まあ、今はプリンターがありますけど、当時なんかハンコとか、あの芋ハンとかで家族で作ったりとかして、オリジナルを作って毎年並べてたの でみんなで乾かして次の日回収して書くみたいな、毎年恒例行事にしてたんで結構書いてましたね。幼稚園の時から書いてたかもしれない。そうだ、小学校ぐらいの時はもう書いてたような気がします。書いてました、はい、で大きくなるにつれて書かなくなったというか、まあ、ちょっと恥ずかしいというか、そういう気持ちが出てきたと思いますね。篠田さんはどうなんですか？どのくらい出すんですか？そうですね、私も200枚ぐらい出します。出しますよね。出します。やっぱもらいたいですし、だからいつもいっぱい出して、はい、でも何倍もで帰ってくるでしょ、ファンレターも含めてですけど。でも帰ってきますね。そうね、はい、当然相当ね。さすがにあのそれまた返信はできないですけど、でもやっぱね、元旦過ぎてからでも、はい、たくさん返信来ます、ね。あ、日本郵便によりますと、2014年用の年賀はがきの総発行枚数は前の年とほぼ同じ規模の35億9000万枚で、元日に届けるため25日までに投函してほしいと呼びかけています。